私は今、商品開発のコンサルティングの会社で働いています。入社して3年経って、あることを思い始めました。それは、世の中から商品開発コンサルタントをなくすことです。確かに、この仕事ってすごい面白いんです。なんでかっていうと、いろんな会社のいろんな新商品の開発に携わることができるんです。でも、ある時、ふって思ったんです。それって、企業の一番美味しいところをつまみ食いしていることになるんじゃないか。いわば、こういうことなんじゃないか。なんかすごい申し訳ない気分になりました。そんな私が今思っている夢というのは、皆さん一人一人がアイデアを形にして、それを表現できる世の中を作ることです。とは言っても、じゃあどうやってそれをやればいいのか。ということで、僕は去年からこんなものを作ってみました。はい。というような感じでですね、生活の中でふと感じた悩みだったりとか、こんなものあったらいいなというものを解決してくれるような IoT のアイデアを動画にして YouTube にアップロードするということをやってました。ただし、一人きりで1週間に必ず1個、アイデアを考えてプロトタイプを作って、それを動画に撮って編集してアップロードする。そんな取り組みを9ヶ月間続けてみました。今日はそんな中で僕が編み出してきた、一人でもアイデアを伝えて、アイデアを形にして伝えられる方法というのを皆さんにご紹介したいと思います。まず皆さん、普段生活をしていて、なんかこんなの不便だなとか、こういうのあったらいいのになって、ふと頭に思い浮かぶことってあると思います。しかし、そのふと思い浮かんだアイデアのきっかけ、それをそのままにしてしまっていてはもったいないですよね。そこで、まずそれを形にする必要があります。そこで、私が編み出した方法が、100均モノボケプロトタイピングです。モノボケとは、手に取ったものなど、身近にあるもので、即興で行うギャグのことです。宴会とかでこうスプーン2つ持って、宇宙人とかって、こういうようなものです。それとプロトタイピングを組み合わせてみました。アイデアがパッときっかけが思い浮かんだら、まず100均に行って、このモノボケをするのと同じような感覚で何かプロトタイプを作るんです。どんな風にじゃあやるのか、ちょっと例をご説明したいと思います。例えば、満員電車の中で、こんな風に混んでるんだけど、なぜかこう、掴まれてない吊り革があって、そのせいで体が触れたりして結構痛い思いをする。そんなことがあったので、じゃあ、どうやったら吊り革を捕まってもらえるだろうか。ということで、この100均モノボケプロトタイピングをやってみました。まず一つ目が、銃のおもちゃと、この荷物の取っ手を組み合わせて、こんなものを作ってみました。これはですね、こう、電車に乗って、これを天井に向けてパンって打つと、すいません。打つと、こう天井にこれが張り付いて、自分だけの吊り革をその場で作れる。そんな吊り革、ありがとうございます。はい。次が、握力トレーナーとストラップを組み合わせてみました。するとこんなものができます。これが電車の中にあれば、通勤時間を無駄にせず筋トレができる。そんな筋トレ吊り革。そして、もう一個。ちょっとこの湿度計みたいなものがあったんで、それをメーターに見立てて、こんなものを作ってみたんです。これどういうものかっていうと、こう電車の中に満員電車で捕まってて、力を受けますよね。それをここで測ってくれて、で、どれだけ自分が辛いかっていうのを自虐ツイートしてくれる。そんな自虐ツイート。ありがとうございます。こんなようなものをちょっと作ってみたんです。多分皆さん、くだらないって思ったと思うんですよ。でも、それでいいんです。こういうふうに、100均に行って、いろいろあるものの中から、物ボケをするような感覚で、自分が思いついたアイデアのきっかけをもとに、いろんなものを作っていくと、そのくだらないものの中からも、一つや二つ絶対に光るアイデアっていうのが出てくるはずです。まあ、こんな風にして、まず、アイデアのきっかけ、ひらめいたものを形にするっていうことができます。でも、そこまでではまだもったいないですよね。次に、それを人に伝えていく必要があります。そこでやるのが、妄想はっちゃけムービーというものです。ちょっと時間があまりないので、一部だけ作ったものを、カットしたものをお見せしたいと思います。雑に鍵を保管してしまうと、次の日にこれはその IoTV 忙しい時間に家中必死になって探し回る羽目になる。そんな経験皆さんもありませんか？そこでミスターキーマン、彼は IoT の組み込まれた鍵かけです。玄関で待っている彼が人が帰ってきたことを感知すると、さまざまな動きをして彼に鍵を預けることを促してきます。彼のユニークな動きに鍵を預けたくなること間違いなしです。そうすれば次の日に鍵を探し回ることなく、パッと家から出ることができます。というような感じで、この妄想はっちゃけムービー、自分が思い描いて作ったアイデア、形にしたアイデアが実際に現実世界にあったらどうなるのかっていうのをいろいろ妄想しながら演じて作った動画です。例えば、いつどこで、どんな風に、どう世界が変わるか。で、ポイントは、大げさなくらいにやってみるってことなんです。恥を捨てて大げさなくらいにやる。大事なのは、いかにそのアイデアが実現している世界の中に自分自身が入り込むことができるか。そうやって、その世界に自分自身が入り込むことができれば、今までちょっとしたひらめきだったアイデアを、より具体的でさらに実用的なものにブラッシュアップすることができるようになるんです。そうしてそれを今度は動画に撮ってみる。はい、これ恥を捨てて、これ恥の捨て方ちょっと違う気もするんですけど、とにかく恥を捨てて大げさなくらいにやって、その世界観に浸ってみる。で、それを動画に撮ることで、今度はそれを人に伝えれるようになりますよね。そこで有効なのが、一人称視点というものです。自分がそうやってその世の中を演じてみて、その時に自分自身が見た世界を撮ることによって、その動画を見た人たちも自分と同じようにその世界の中に没入できるようになるんです。でも、この一人称視点、さっき僕一人で作ったって言ってたけど、どうやってこんなの撮るんだと。アクションカメラもないのに。しかも、両手映ってる。なんで？そこで活躍するのが、これです。これは、一人称カメラキットです。これも、モノボケプロトタイピングで作りました。100均のハンガーとガムテープだけです。あとはスマホをつけるだけ。そうすると、はい。こんな風に、一人称視点で動画を撮ることができるんです。どうですか、これ。これで、ありがとうございます。はい。これで、街中で動画を撮っています。完全に不審者です。恥は捨ててください。こんな風にして、恥を捨てて、その自分の思い描いたアイデアが実現している世の中を演じきって、さらに、それをこのように自分の目線で動画に盛り込む。そんな動画を作ることによって、そのアイデアを他の人に鮮明に伝えられるだけでなくて、自分自身やその見た人たちもまた新たなアイデアを引き出してくる。そんなツールにもなるんです。あったっけ、この後。はい。皆さんもぜひ何か日常生活の中でふっとこんなもの欲しいなとか、これ不便だなとか、アイデアのきっかけが思い浮かんだら、まず100均モノボケプロトタイピングでとにかく何か作ってみる。そしてそれを妄想はっちゃけムービーでこんな風に簡単に伝えれる形にしてみてください。そういうことができるようになると、一人一人がこうやってアイデアを形にして発信できるようになります。そんな人が増えていけば、もっとこの世の中、アイデアがいっぱい溢れかえるような世の中になると思います。そして冒頭で述べた通り、僕は職を失うでしょう。その時はぜひ何か面白い職業あったら紹介してください。ありがとうございました。